第39期放課戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈緒です。そして解説は藤島健次郎プロにお越しいただきました。藤島プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。放課戦 A2 リーグ第7節2回戦トーナメント開始です。立ち合いに藤原貴弘の合図によって対局開始されました。ちいちゃから高橋、なんちゃダンプ、シャーチャ石綿、ペーチャ猿川の並びです。1回戦は最後あった猿川、高橋、ダンプ、石綿の並びで終了となりましたが、どうでした？結構早い展開でしたスピーディーでしね。たけど、まあ良くも悪くも高橋さんが主役ではあったような気そうがでしすますね。ね。最後は2着にはなりましたが、猿川は高めのチームを打ち取ってのトップを取りました。ちょっと石渡さんは厳しい局面多かったでしょうかそうでね。すね、ほとんど手になってなかったですかね。上がっまあ、た一のは、回ね、そのチートイツのリーチ打った時にね、裁かれちゃったんで。何短期でしたっけ。うん。はい。さあ、2回戦はどういった展開になるでしょうか。トンガ、統一のダンプ、トラロピン。一通が一応見えるでしょうか、石綿。続いて、ペーチャ、猿川。一メンツで、ハツを持ってきて考えています。どこを軸に考えるのか。うん、統一4つでね、はい。結構難しい点になりそドラをやはり使っても手組みを考えう。るんでしょうかね。そうね。まあ、どっちもあるけど、まあ、縦も横もね、この手ですね。あ、これ縦でが、もう、ドラ周りで一面つ構成でね、シンプルに組んできそうですね。はい、9番が頑固になったところです。ランプさんの手も結構難しいけど、ヤいンつメンもター一ズ面がするのね、でか。きると余計難しい。はい。チース引けましたよ。これでくっつきですね。パーソーから打って、イーペイ効果、ドラのくっつきか。猿川さん手入って、例えばじゃあイーソーを持っタンプてさきん、た追いついとき。た。お。ピンズの本位置に寄せました。こいいちそうらですね。ね。イーソー持ってきたとスーきっソーだて。ね、多分ね、それはね。ああ、ドやっラぱり、をはい。使いたいけど、ええ。ドラを使が、えなかった時にはい。見合う手にはい。したい。ってことで、スーソー周りでサブローソーや、なんだろう、レアウソーのはい。テンパイでリーチのみだからね。って考えると、ドラを切った時に、まあ、ペン三層でも関連層でもいいから、一気通貫が残ってる方がやっぱりね、手組みとしては強いふうに思いますね、やっぱり。この一発裏ドラの明かりルールとかだとまた変わってくるんですか。それはイーソーつも変ぎわりとるでかしにょうね。もこれはリーチになりそうリーでチすになりね。ました。文句なしでしょうか。リーチドラ、変わりますよね、それもね、はやっい、ぱり。スッ裏チドピラン見リーれるっチ、てだけでやっぱり全然違うからな。両面リーチが結構偉いってなるけど、この公式ルールはその打点のない両面リーチはそんなに偉くないかなっていうイメージですよね。しかもトンバなんでね、順位点がね、影響してくるナンバーだったらまだしも。フラットです。ドラン。さあ、リーチが入っていああ、まこすれは押よ。し返すね。3ピンってことは、あ、両はい。ピンが3切れなんだね。スーピン宝珠ですね。そうなるとスーパー50だね。そうですね。まあね、今ドラが1枚出たのか。それは大きいですか、理由としては。どうだろうな、わかんない。まあまあ、数層宣言牌なんで、他の町の方がはい。濃厚って思うのかな、やっぱりね。免れるにはスーピンの縦引きなどがあります。そうだね。スーピンは残り山に3枚。どこに行くお、3か。枚もいるんだっはたらい、ね、大事です高橋さんよ。とこ来るかもしれない。あ、これはあ、無こ理れは出だ。ちゃいますね。勝負のリーチが当たりとなりました。猿川の上がり、リーチ、トラ、2600。結構2人のぶつかり合いがね。まあ、2ピンがもう切れちゃってたのが大きいですね。はい。3ピン、2ピンになったのね。手組みで普通にシンプルにそうした。リーチが入ってなくても多分そうしたっぽいですよね、高橋さんはね。2回戦は開局2600の上がりからのスタートです。1回戦と同じですね。そうですね。最後の方はね、高打点がね、出てきましたから。ドラッシャー。あ、ダンプさんが、ピンズの方いつ？ピンズが2メンツあるね。大体は何から行くんでしょ
シャアがドラですもんね。主力は見ていきたいけど。はい。南が統一、南波の石綿。あ、南茶の石綿。ドラが1枚置いています、猿川。高橋は一メンツ。統一が2組です。あー、リャンメできちゃった。どうするかな。お山ですし ね、まあ、ね。ドラが浮いてるんだよね。はい。これね。シャワー残り山に2枚。こちらの手配です。うわー、結構痛い。まあ、初とかぐらいですか、切れる。初来たら、え、あ、そうか、そうだね。はい、まあ、ピンズに色気がある中、ソーズで両面ターツが来てどうするかだけど、結局そのピンズの一色にならなくても、はい、この配信ならね、一気通貫がもう見えますね。見えるってことで、マンズはいらないって判断になりましたけどね。選択ですね。関数ピン払いにした。これは縦系に結構色気を持ってますかね。どうですかね、ポンテンは取れますよ、高橋。役割です。で、あわよくば一色も見てるってことですね。はい、ありますね。この並び。あ、ドラが来た。まあまあまあ、武器になるかもしれません。シャアがこれで1枚。酸素はポンした。で、ポンで9ピン9ピン。テンパイは取るのかな。あ、取りました。ポンテン取った。これはあれですね、はい、あの現状1300、積もるとあれか50分だけど、はい、あのあれです、トイトイ変化があるということで、ほうほうほう、ドラギ切ってもまだ高くなる可能性が、ね、あるということです ね。ああ、でも痛い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 、言わ聞かなかったことにしてください、はい、ローソは出ない。柴田さんは一色に行きましたか、はい、受けながら一色。ローソン残り2枚に変化。サルカンはドラ短期あるんでしょうか。スーソポンして、はい、こいつイシャンテンですね、石橋さん。南南ペーペーです。変化するか、高橋。シャアが並んでしまいました。うーん、おっと、スーピンが貫通使い。どうするかね。シャアを切ってしまうというのもあるんでしょうか。パワーピン入り、丁寧ですね、これはね、はい。キューピンはポンすると思いますね、高橋さんの手はね。はい、キューピンポンして短期に、まあ、小さパーソーですか。うん、あ、来たよ来たよ。リーチはシャア短期、猿川と1枚ずつ抱えている状況で、先にリーチを出たのはダンプ。猿川さんも地獄のシャア狙ってたん で、 そうです、ね、これは危ないよ。どうなるんですか。危ないけど、はい、ダンプさんのカーもちょっと変則、はい、ね、気味だから、猿川さんなんか打たなそうなイメージはあるけど、ええ、ウーマンも、うん、さすがですね、この辺ね、統一王としてはありません。シャア短期山にない。ローソーが残り1、ミーマンが打てるかどうか。今打ちづらいけど、行ってもいいと思うけどな。ワンチャンスではありました。うん、1枚切れのペイとしましたね。これだとあまり強くはなくなってしまいましたね。そうですね、もう結構折り気味、うまく、まあノーリスクでね、テンペ組めたらってとこですけど、はい、ダンポヤバン連チャンになるのか。トン、うん、石橋さんはトン引いちゃったんでほぼやめになっていきそう、いや猿川さん危ないな、手になってるからね。イーシャンテンです。あ、でも抜いてやめた。ぐっと我慢した猿川。素晴らしい。この四匹のバランスもね。うん、ドラだからじゃなくて、はい、ドラが2枚切れなんですよ、はい。地獄のドラを打たずに受けてるんです、猿川さんは。ちょっとなんか打っちゃってもいいかなとか思っちゃいますけどね、2枚切れだと。そうね。またお帰り。お帰り、誘惑、新たな誘惑だけど、負けない、大丈夫だね。うん。ローソー？違った、チーソー。シャンポン変化。これでキューピンゼロ、チーソゼロ、チーソもゼロか、うん、ゼロでした、うん、出ることもないですね。じゃあ山ゼロ対決ですね、はい、これは流局濃厚です。猿川さんも復活は厳しいそうですもんね。うん、復活しても上がりがないからね。そうですね。石綿さんどうなんでしょう。
とスサポンカスか。いやまあねトンがね、はい、普通に通った後に行って進めば天杯ぐらいは。自身でローソンあんこにした場合とかどうですかね。一枚残ってるんですけど。いやでも今ね受けちゃったからね、はい、トンは自ら打ち出す手ではもうないですね、うん、これはもうここで今を切っていきました。二人天杯濃厚な終盤です。あ、受けた。高橋さんもやめになった。単品はやめますよと。早い選択でしたね。まあ宣言牌が1か、はい、連品がね2枚飛んでる状況で、はい、もう残された筋も3枚飛んでる、うん、かなり少なくなっていて、そうですね、それもありますね。想像も分断されてて、マンズがいっぱい落ちてて、ドイツのチェイスを切って現状一人天杯に変わったダンプ。いつもは高橋までやってまいります。これで何を切るか。白はダメですか。リーチには通ってますけどね。急走もありますか。白は自分で通って通してましたね、はい、はい。ダンプ一人天杯流局です。シャーターン機、地獄のシャーターン機でした。これはね、猿川さんだけはね、ちゃんとシャー打たなかったぞって分かるやつなんでね、はい、ちょっと嬉しいパターンですね。手形的には出る可能性もあっての手配でした。ダンプうまく決めて親番連チャン。ドラチーソ、メンツはないようでしょうか。続いて石綿、まとまってますね。はい、ドラドラです。ドラドラ、ドラドラ使い切れますかね。使い切りたいけど。そうですね、初がドイツの猿川、ピンズが多め、高橋手配的には石綿でしょうか。石綿さんですね、やっぱり。これでもうピンズ払っちゃうけど、6ブロックでチーマンと、うんうん、縦も見えてきますが、3ピン嬉しい。3ピン切れました。ここも6ブロック、まあさすがに数ピンローピンになりそう。数ピンからローピンから、今のとこでイーピンピンってのは変ですか。イーピンピンは変ですね、はい、はい、変です。こちらです。46の6の方を払っていきました。これで選択ですね。完了さんの方を残します。パニはリアンス1枚切れ、チーマンも1枚切れでしたね、はい、1人がイースを放っていて、高橋もリアンスを切っています、うん、泣きましたよ。チーピンチー、元気にチー、元気にチーですね。これちょっと意外でした。意外、あダンプさんとこドラがいった。あららら、まあ嘘払ってで本一にしていくイメージですか。ペンちゃんの部分を今もうこれでいきますね。ピンズの本一、鎮一に向かう高橋です。まだ時間はかかりそうですが、これで順ちゃん、あちゃんた狙い、はい、佐川さん、うん、ドラ受けできたけど、いらないね。ダンプさんは関連層残しは下の3色目がちょっとあったんですね。いいピン引けばね、確かに見えますね。うん、ラウソの受け入れができた猿川です。いやどうするかな。下ちゃん高橋はピンズが、うん、初始貫徹、はい、手配にありそうな捨て牌です。相撲が効きません。ダンプ、あ
絶好。カンロース引けるって闇天。闇天。数層がね、バタバタって切れて3枚見えちゃったんで、ちょっと行きづらいですね。ちょっと薄い、いい層も握れだから、はい、闇天では結構拾えそうだけど、はい、リーチするほどではないということですかね。打点的にはね、リーチ行きたくなりますけども、3900点。ぐっとこらえてダマ点ですよ。ここでまず一つ上がりを拾えるか。積もれば1326。まずね、一上がり。決めたいっていうのはあるのかもしれない。そっから展開自分に持っていけるか。石井綿もそんなに目立ってはいないんでしょうか。うん、闇天です。川がね、やっぱ想像だけ切られてないんで、はい、どうなるか。あ、でもこれでね、ダンプさんの位相が相当危ない。危ないですね。そうね、連想が今ね3枚切れになっちゃったんで。うまく決まりました。石綿の上がりです。ビンフドラドラ3900、4200、行卓ももらいました。一つ闇手を挟んでのですね。残休だけど、まあドラドラ使い切れるか不安な手だったんで、まあまあ闇手でも残休拾えれば満足ですね。満足ですね。今のはね、ローソー引きがね、もうね、最高でしたね。結構高橋さん泣きでね。そうでしたね、はい。ドラローマ、トン3曲。ん、何を見ればいいでしょう。いやドラは1枚あるけど、はい、なんかシンプルに組んでいきそうだけど、はい。サルカワは悪くはない。6チッパもある。ジュンがドイツ高橋、うん、あとは悪い3個でうまく分断されてしまっています。あ、ドラ引きだって。いいじゃないですか。ダンプさんはいいですね。ダメンツ完成しました。うわ、ドラ引きだって。さあ、高橋は先ほどお話にありましたが第6節を紹介しておりません。これが別日ということで10月の20日に行われます A 卓です、うん、来週の木曜日かな、木曜日ですかね、うん、幕津山田柴田と戦います、うん、放送もされますよね。はい、もちろんされます。同じ時間帯からで、うんうん。A3 層が入った石綿、追いつけるでしょうか。大事な親番。いやー、一気に相撲が効いてる。サルカさんもこれ3色まで、うん、想像厚く持ちたいか。うん、自敗がね、思い切って想像の本一の目を残すカンちゃん払いはありますね。そうですね。ということでウピンチピンの方。うわ、ダンプさんもツモめちゃくちゃ効いてる。これはくっつきの形、ぶつかる曲になりそうだな。石橋さんもツモ効いてる。サルカワとまずはダンプ、イシャンテン、はい、連面連面。高橋はまだこちらドラ1枚入ってます。ダンプもうちょっと手を進めたい。うん、これで石橋さんもいいシャンテン。ドラが出ていく可能性はありますが、カンパーピンとパスを。高橋はうまく終盤で粘れるか。うわ、来ました。リーチ1番。リーチ打つかどうかですか。リーチですよ、これは。リーチです。イスチーマン待ち。スッチーマンだとタンヤオ。リャンピンアンカーの未来はありません。うん、さんは親とはいえどうするかな。おお、無筋ですよ。ド無筋。まあただその有力な安全牌候補が見当たらなかったっていうのもありますか。まあね、一発ないですからね。一枚だけあるけど、三ピン九ピン二枚あったのか。ありましたありました。じゃあ連番強くいってますね。次は数ピン。数ピン切っちゃってる、はい。で九ピンとかになるかもしれないけど。はい。次は少し引き気味に一打を選ぶでしょうか。3ピン抜いたというよりかは回ったですね、これはね。まだ粘る方向ではあるんでしょうか、うん、粘る方向。ダンプの上がりとなりました。イスチーマン、サルカワから。サルカワさんは止まんないね、これの配置だったらね、はい。まあ打って納得でしょう。リーチドラ2600です。早い。ぶつかる前に終わっちゃいましたね。サルカワの野蛮です。ドラパーソー。レラン
ジョンジョン。ドーン。座布団統一？はい。それ以外はちょっと微妙です。789。チャンタとかね。はい。大地だが気になるところ。龍派か三万？いいピンニャンピン。へえ。藤島さんは何ですか？分かんない。親は結構シンプルに組むからね。シャオが統一。ペンチャの石渡。まずもう一つまであります。初切りそうかな。はい。様子見で。手配的にはダンプさんまとまってますね。まとまってるね。ドンが出ましたよ。まとまった。まあダブトマポンでしょう。ポンで初かウーピン。ウーピン。まだ愚形は残っている猿川ですが、リャンハンが確定しました。これで形も良くなっていきます。うん、イーピンではなく。シャンテンだけど、パンピンにしましたか。はい。うん、受け入れ重視。まあ、ネタン屋をつけるイーピン切りなんかもありましたけどね、この配信はね。アンリャンピンの受け入れを残してのイーシャンテン。こちらです。日頃の3色イーシャンテンなんですね。これででしたね。あ、でもいいピン切りにした。チーマンとかもありました。今のとこでありますね。ええ、シンプルなのはチーマンでしたけどね、はい、ただマンズの形がいいってことですね。はい。高橋ここは考えます。ルーピンつも切りもあったもんね、今の配信はね。13556、うん、正解を選べるでしょうか。ドラがパーソンなんですね、石渡さん。まあ本一かチートイドラドラ、うん、そんな感じに組んでます。ジュンは泣いていません。石渡2枚目どうするんでしょうか。ちょっと難しい手配。サルコーさんも決めていきませんでしたね。1枚チーピンが切れてることと、はい、あとね、選ぶところが両方カンチャン、カンスマンとカンリャンソーの良し悪しをまだ決めきれないんで、はい、6ブロックと。あ、これで3ピンユーピンだ。まとまりました。これですよね、描いていた未来というのは。う、ね、ただこのケースは四五郎が結構なりづらくなる、でも形がかなり良くなると。ここで急切り。両面に変化ですが受け入れるでしょうか。ドラパーソー、親の現物使っていきます。マンズ引いたけど、はい、もう親にも泣かせたくないなっていう。まあ、リャンマン、アンコのリャンマンも打ってね、チートイツの受けのチートイツで行こうって感じですね、石田さんね。イシャンテンダンプ、うそ。あとはダンプさんもどっかで妥協して、さばきいっちゃう可能性が結構高いですね、これは。ピンポンとかスッチピンチとか。ハクは打たない。チーだ、チーだね、これね、多分。はい、辛い。はい、辛い。まあ自分系ですもんね、上がりに向かうならば。リャンパーマンチーマのテンパを取っていきました。まあね、座布団泣かしちゃったのも自分だしね。お、パーソードって。うまく捉えました。ドラドラになった石渡でした。タイミングバッチリでダンプが上がります。タイヤを1000点です。まあ、石渡さんも今自分がね、ドラドラになって攻めの手になったってことで。はい。打ち出したんですけどね。先手ならね。はい、ってことですね。逆に自分がドラドラだから、はい、ダンプさんの仕掛けがあの安いことは見えたと思うんで、それで打ち出されましたね。はい。うん、2回戦の暗入です。高橋が親番ドラローソ。まずまず。でもない。まずまず。な方だね。あ、ダブナントイツ。あ、ガンコ。あんこでした。すいません。やば。やばやば。統一が3組、石渡です。ドラ1枚。あ、こんままとまってるんじゃん。そうですね。打点を、打点はないか。ダブナンの
キャンハン役をもうすでに手に入れているダンプ、あとは仕掛けだったり、あのねドラが今ちょっと、はい、使えるかどうか微妙なラインなんで、はい、ドラ1枚使えるパターンだったらね、はい、結構もう仕掛けが全然ある、じゃあチーソーとか切ったら、あ、これでも十分十分、ね、嘘引いたらもう3万だけですよね、泣くのは3万は仕掛けるでしょう、はい、まあ、でもそれ以外仕掛けるのがウッパーピンぐらいですね、仕掛けないよね、うん、サルカーもイーシャンテン中で広がりました。ローピンパーピンウッパーマンのピンフイーシャンテン、箱を重ねたダンプ、うわーもう十分だね、もうマンガンクラス見えてきました。これ箱が重なるとマンガン見えちゃうから、う、ね、結構難しい、これは逆にね、泣くか泣かないか、泣くか、まあ泣く順番、例えばカンサンマンチーだと、はい、まあ連面の頃から今カンサンマン出たら泣くんだけど、ええ打点的には白ポンからね、うんうんうん、あのマンズカンサンマ払う、あこのパターン白ポンできるパターンが漫画になるから、はい、あ目いっぱい普通にしたね。酸素以外だと何の候補がありますか。いやリャンマンスーマンリャンシャンテンとかし、ワとか当然あるかなと思いますね。想像の4連携も、うん、ドライ色だからそんなに魅力的ではないってことでしょうかね、はい、これはね。まあ、ローソーとか来るとちょっと痛いですけどね、まあ、痛いけどもうどうせ俺マンガンだしって思ってますかね、ダンプさんはね。いやこれはハクはポン、ポンしますよ。カンサンマはチ、はい、でシャンポン、やっとねシャンポンにはできない、これはピンチーピンがに握れだった、あ、うん、それは厳しいですね。イシャンテンです高橋、リャンメンリャンメンリャンメン、逆にもうウッパピンチーあるかもしれない、ああもうこれでウッパピンもチーするな、ほほサブローマンフィニッシュで、じゃあターピンが、おお積もりました、サルカーのピンク、あごめんなさい、うん、役なしだったんですね。そうですね、カンローピンかレアムピンの選択ができましたけど、役なし玉点からそのまま積もですよね、はい、300、500です。ダンプさん痛いね、痛いです。高打点は実らず開くことがありませんでした。ただ親番な2曲、ダンプさんがツイッター見たら紹介文が今までいろいろ書いてたじゃないですか、結構、はいはい、仕事くださいだけになっててもそれをその話をあのこの連盟チャンネルでしていいんでしょうか。ダメか面白すぎても、いいシャンテンですね、いいシャンテンですね、くっつきでした、くっつき、あちゃんと、はい、くっつき、くっつきですね、ドラも1枚あるから、ええ、シャンポンリーチが打ちたいね、はい、できることならハクとか重ねて、ハク、うん、は一番嬉しいけど、最高です、ハク山々どうも山々、うん、チャンスじゃないの、あ石渡さん悪い、なんと悪い、もうチャンス親に対抗できる選手がいてほしいものです。ハクハクを重ねた、あもうちょっと泣ける手に育ってほしい、あリーチだねもうこれね、はい、ウッパソーリーチです、3巡目のリーチ、さすがに高橋さんもこれこの白には声は出ないね、はいリーチならば特に、これヒントって全くないですよね、この3巡目リーチ、全くない、全くないに等しいですね、ウッパソーはウーソーが山に1枚、ウッパーソーが山に3枚、4山です、ドラ1枚ありますからね、リーチ積もドラで積もりました、あそれ積もリーチ積もドラ2000オールです。親番連単1本場、ダンプさんの親番です、もうねダンプさんは一番のなんていうんですか、もう長くいる A2 に、うん、もうそろそろ上に上がるか落ちるかしたいんだと、だってね A1 一回行ってるけど、ええ、A リーグだけでもう15年ぐらいいるんだよね、確かに、あ在籍がですか、24期の後期に B1 から昇級決めてそこからずっと A リーグには25期からだもんね、はい、今何期、39期でしょ、39期です、15年目じゃないの、A1 は、3年いました、うん、じゃあ計算すると12回目の A2 リーグやってるってことだね、はい、すごいね、はい、それもね
でもね、もうダンプさんこう上位での争いが増えてきましたからね。うん、そうね、うん、なんか土俵際とか言われても久しいけど、はい、マンズの本質が見えています。ハクがここにドイツチートイツ見るんでしょうか。あ、かなりこれチートイツってことですか。もう決めた感じのスッソ切りに見えますよね。だって他の四条杯が自敗とリャンマンだからね。チーピンとかもあるけど、四条杯のチーピンは残しています。チートイツとか、まあ、縦を決めた形ですね。白があんこったらスーあんことかも見ていく感じですか。見えますかね。こっちも縦が目立つ高橋です。ツーマンが2枚見えました。ダンプ、ダンプは本一チートイでしょうか。そうですね、まあポンするほどの手でもないからチートイツになってきそうですよね。これはこちら現状4トイツリャンシャンテン。あーでもちょっと厳しいか。どうでしょう。もうメンツ手に戻るパターンも、まあ、もちろんあるんで、はい、とりあえずリャンマンはあんこで置いておきますけど、猿川さんイーシャンテン、はい、これでイーシャンテン。3万に横に伸びれば難が重なってイーシャンテンだけど、ほうほうほう、握れの E ピンを切ってリャンシャンテン戻し、はい、ブーピンや想像を切るのがイーシャンテンでしたでしょうか。うん、これも結構分かれそうですね。酸素1枚払っとく、この手ですね、はい、手もあるし酸素切っといて、まあね、何に対応する、何が出てポンテンとかの形にだけ対応しとく構えもあるし、そしたら1ピン2枚切れは関係ないですもんね、うん、ドラ切り、ドラ切りね。来ました。どうする、外しもあるけどね。3層が来れば差し子の目があるから3万を浮かして取らずもあったけど、6だから取りましたね。サルカさん、まあ数万も場に2枚落ちてるっていうのも大きいかと思いますね、はい、これは。ただドラヒョウのチーピンも1枚落ちてるので結構この取り玉も結構弾力がいりますよね、まあ、こっからの変化も3万ポンとかどうなんですか。サルカさんは結構しそうな、はい、イメージですけどね。藤島さんもします。僕もこの状況に置かれたらすると思いますね。ドラは1枚切られてます。うん、だってね、見た目枚数でね変わらないんだから、2枚、同じ2枚だったら出上がりも効くし、はい、打点も多い方がいいじゃんって、はい、でなんか待ちよくなったらドラ切るとかもあるんですかね。あ、そうそうそう、それもあるしね。一回短期にしとくメリットは結構ありますよね。藤島さんもここからの闇点が同じになってますかね。いやでもね、取り玉が嫌いなんだよその前に僕はなんで、ええ、数万2枚切れでもなんか9ピンだけ1枚打っとく感じになりそう、はいはい、あ、これも難しかったけど1枚切れでしたけどね。今度は9ピンはね、はい、9ピンの方になりましたね。ヒート1もありましたからね。まあまあ、イーペイコーかつもり三案コーっていう振り方ですね。あ、でもシャンポンのテンパイになっちゃったけど取るんだね。並びシャンポンテンパイです。まあそんなに悪くはなさそうでしょうか。悪く見えなかったとか、あ、出た三層論です。電波ネとなります。13本は何1300、5600。ダンプから上がりを決めました高橋。まあこういうのがうまく決まるのも嬉しいですよね。そうですね、展開としては、まあ、何気に難しい手だったから、はい、いい数層になってる人結構いそうだしね。一品切らずに何本の場合はね、はい、あれなんて今何枚目だったかな。1枚目だった、1枚目だった気がしましたが、そう、ね、そう、だからアーク組と1枚吹かしそうなのよ。逆に、ああ、なるほど、うん、森さん面前の手にしたような感じの統一落としだったから、はい、泣いてね、テンパイ取ってのすぐ上がり、まあ3層吐いてたってことではありますけどね。そう、森さんこのリチャイチを打てたことにはなりますが、はい、結果はね分かりません。ここで上がって7三玉石綿親番、手配的にどうでしょうか。ついにいいですよ、なかなか今までより全然いいですよ。いいシャンテンですね。リャンピンピンもありましたでしょうか。ここはローマンストレート、ね、いろいろあった。リャンシャンテン戻すのもあるし、はい、
順目的にもね、ちゃんと固定させちゃうのもあったかな。あ、チーピンってことですか。チーピンもある。おー、ただドラムキューピンだから、はい、やっぱり手を高くするためにはちょっと置いてはおきたいかな、はい、ドラ引き猿から、うん、周りがね、手配そんな良くないですからね。初重ねましたダンプ、ね、石綿チャンス到来か。3万900点、ピンフドラドラ闇点で上がった石綿です。あれ以来の上がりが決まるか。ペン3ピン残った場合どうするかですね。こう組んだ場合はね、ストレートに組んではいますけど ね、そぶろそびきでどうするかな。どう思います。こうストレートに組んだらリーチなのかなとも思いますけど、まあ、それもあるんですけど、実はこれこの配信って E ピン2ピン立ててまた2面2面になるからとかもあるんです。あ、これはリーチですね。失礼しましたね。リーチになりました嬉しい。お見事です。ペン3ピンキャッチ、はい、これね、キャッチできてない方もいると思います。サブロッソのリーチ高めローソ、ちょっと薄くはありますが3層2枚。高橋さん押したね。あれれ、リャンピン切りですか。全然無筋です。全然無筋。ちょっと形もそんなに、だって全然まだ、だってリャンシャンテンじゃないの。あ、安全牌がないんじゃないですか。あ、ロマンあるか。1枚だけあった。1枚じゃ降りらんないってことですね。1枚じゃ降りらんない。おやりですよ。じゃあリャンソー行ってほしい。じゃあリャンソー行ってほしいかな、はい、だってどうせこれね、そう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 ね、どうせ助からないから、ここは当たり前だと。惜しみはかなりの定評があります。いいんじゃないかと思いますよ、はい、この押しっぷりで道を開いていくのか。うん、僕も結構そんな手でいくのってよく言われることが多い、はい、あ、これリーチだ。カンサンマ見事、超見事。カンサンマ、私ローマンがもう捨て牌にあります。あ、すごいね。そうだからね、こう、じゃあ西島さんもこれ。いや俺は無理だよ。なんでですか。俺は無理だよ。やっぱドラが打ちたのが大きな要因ですか。ドラ浮いて、だってドラがくっついて一通の目があるとかならわかるけどさ、はい、まだドラドラでもないしさ、ただポツンってあっただけでしょ。そうです。6番の中抜き一択ですね。はい、いやこれでね、また面白い曲になってきましたよ。まあ、ただね、そう、僕も結構それでもよく行くねって言われることの方が多いから、はい、応援したいです、こういうプレーは。その藤島さんでもびっくりの。そうね。さあ、サブロー総対カンサンマン、まあ、枚数は石綿の方が多めとなっております。ローソー1枚、3層2枚、3万は1枚、1対3の勝負。ただ押しっぷり、これが生きていこう。怖い怖い。あ、3万の0になりました。ローマン通ったらどうですか。ここまで我慢できればね、はい、スッチマンになったとかはあるけど、まあ無理だね。難しいですね、ドラドラ。もともとだってその川的に2万打ちづらいもんね。流局も濃厚になってきましたよ。ローソー1枚、3ソー1枚、2対0。サルカは手詰まりはあるのか。親の筋で3万あるね。ありそう。ちょっとあるよ、ちょっとある。ないね。あ、チーピンゲームですもんね、まず。まずチーピンだ。でもこの後続くかどうかですよね。まあまあ、あり得ることではありますけど。はい、ただ石綿さんのリーチにゴリゴリ押した高橋さんって考えるとちょっと怖いですよね。確かに。まあ、いろいろあるのよ、それも。はい、で、ドラが今見えちゃったでしょ。はい、なんで押したのかなの理由が、打点のケースと形がいいケース結構あるじゃない。でドラがね、今2枚見えちゃったから、あ、何こいつ形の良さで押してたのに変わるんで、具形はないでしょに、はい、なってもおかしくない。あ、6番ほら通っちゃったよ。待って、チピンも使い切っちゃってるから。そう、じゃあなんで押してたのみたいになって、そんな具形で向かわなくないってなるから、この後のね3万は結構危ないですよ。危ないですね。ダンプさん、まだローマンがある。サルカはウーマンが切れます。まあ大丈夫だね、じゃあね。あとだって、大丈夫そうですね。あと1回だもんね。はい。2回か、2回ある。配点も残ってるのか。まずはウーマン、パーピンになりますかね。どうなのか、違うか。あ、大丈夫そうでした。大丈夫だね。はい。これでローソー1枚だけに。ダンプさんはウーピンが出てますね。勘はしません。
そうだね、パンするかどうかの、はい、確認の時間でした ね, ね。そうですね、流局です。いやー、高橋の推しっぷりすごい覗き込んでおります。どうでした今の一曲。いやー、できないね。この6巡目のレアンピンから押したんですよね、はい、9ピン重なってないんですよ。高橋さんのだって林1、2、3、4、5、6、9でしょ。ピンズがマンズが2、4、5、6、はい、でリャンソーとですよね。リャンソーウーソとりあえずローマン切ってしのげるかどうか考えたいところでしたが、まあね、1枚しかないっていうのがね。そうね。いやー、面白い曲にしてくれました。石渡さん来てます。ドラは1枚。あ、ここもいい。ドラ1枚、ここが1枚いいか。いいです。2面完成してます。あ、でもシャワーアンコです。高橋さんもシャワーアンコ、はい、ここが一番良かったね、はい、ドラ抜けてますが、あ、でもここも悪くないですよ。とにかくみんないい。ぶつかるな、3曲か。日本馬もありますからね、教託が、うん、ちょっと前かがみにはなるんでしょうか。みんな上がりに向かうよね、これぐらいのハイパーもらって、はい、教託がね、2本落ちてればね、欲しいですよね。2000は2300のプラスとなります。高橋さんはね、実家前のシャアがもう確定してるので、うん、泣きとかもね、ありそうですけど、こちらですね、リャンマンチーとかありそうじゃないですか。リャンマンチーするね、リャンメンリャンメンに。白で目いっぱいかな。目いっぱいとなりました。ダンプはリアンシャンテン。ダンプさんも初ポンはするかな、これぐらいの配信だったら。はい、初はションパイです。これでパーマン、パーマン。親の石綿はどうでしょう。うん、レモン起こった。全身です。ドラチーマン、シャンテン、小さそうにした。はい、コンポピー切れました。ニシャンテンだね。ジャントがない形です。サルカワ、こちらも前進。あ、これもいい、いいね。まだレアンシャンテンだけど、ぶつかりますよ。2段目に入ります。うわ、お見事。ニシャンテン3層だと思います、はい、6万ってことはつもり3個の目を残した、そういうことになりますかね。手広さよりもドラドラーン。お、嬉しくない。ドラドラ、ちゃんとできた。これはもうスムーズに数層レアン層だね。どっちからが危ない。あ、レアン層2人に幻滅。まあさすがに数層からでしょう、はい、うわ、カウンソー引いた。これでもうダンプさんもね、レールに乗ったね。あとは初のどこにあるか。全員イーシャンテン。はい、ファーストテンパイ誰でしょう。これであとは高橋さんチーテンあるか。あー、来た。ダンプさんやめてやめてでしょう。スッチピン、やかりです。出るかな、出るかな。おー、なんでですか。レアン層が3枚切れか。あ、それでも、まあ、うん、そっか、泣けるし違うか。まあポン材を残した、うん、あとはね、本手もある。つもり、はい、つもり3個のね、はい、本手もあるし、ピンズはね、横に伸びてるから、まあまだ、うん、そう、対応も効くのか、こうしといた方が難しかったけどね。はい、こちらで334から。逆に3層ダイレクトの3層もいいという判断かな。なるほど、というふうに思いました。リアン層が飛んでいて実際ありますからね、3層。スッチーマン、スッチーピン、もうテンパ入れているダンプ。うわー、うだめだ。まあ、ストレートに打っていれば、うん、まあまあこういうことも当然あります、でもこの後の上がりもね、うん、あるかもしれませんから。まだ一人テンパです。うわー、失礼しました。こっちの方がね、高いからね。闇点です、うん、です。積もったら単やつも3アンコですもんね、うん、スーマンとチーピンのシャンポン。あ、シャアンカンだ。アンカン、新ドラ増えません、この公式ルール。
32分。いやこれ本当になったな。はい、はい、リーチ当たり牌の数万をそこから引き上げてスッチピをやめて、あ、しないんだね。まあまあドラ引きだったらね、リーチ打ったと思うけど、はい、ドラ振り返られないのが嫌だ。お、シャンポンにした。へえ、リャンピンパーク、シャンポンにした。あ、ここも噛んだ。え、何これ、ダンプさんシャンポンに変えたね。なんででしょう、上がりやすさですか。いや、わかんない、わかんないけど、はい、ダンプさんはこっちの方が上がりやすいと判断したことに、はい、うん、したということで間違いなさそう。リャンピン1枚、あ、スーピンだ。ダン、ごめんなさい、ここは高橋の上がりとなりました。シャア2300は2600、ダブロンだった可能性もあったってことですね。まあダブロンないですけど、このルール500点の両替でしょうか。23は26、そうですね。で500バック合ってますね。うん、これで合ってると思います。はい、ありがとうございます。さあ、オーラスです。早いです。サルカワの親番です。サルカワと一局の一局と上がりを決めております。最終親番266のラス目、悪くないかな。はい、二メンツもあります。ナンガドラ、高橋は先ほど上がりを決めました。見切り回りましたね。現在2着目306、ダンプはトップを走っています。石渡さん厳しいですね、やはりね。ちょっとまあただね、288なんで、はい、一上がりで受けるんでね。ですが猿川がもういいシャンテンねえそうかな。ペーチャで一切れなんだけど、ペーをどうするかですか。まあ、現状1000点だと浮かないから、はい、いろいろあるけど、ドラなんですしね。どうなんですか。いや、あの別に浮かなくても、はい、動くのが結構普通な気はしますね。ほうほうほう。ここ今出るんじゃないかな。あ、まだ出ない、まだ出ませんでした。もう少し形まとまるか。石渡リャンカンとシャンポンしごろ、はい、サルカは早くもいいシャンテン、コーダテンもあります。高橋さんは3色7、8、9、ドラが浮いてるっていうのもありますね。これはこいこいこい、キューピンで手が止まりました。ここはつもぎり、手広くなった。はい、しごろのいいシャンテンで両面受けに、ダンプシャチャ、スーピンが3切れ弾で関連ピン固定、想像厚く持ちました。あ、天敗だ。あ、リーチ来ましたね。はい、両面でのリーチです。3色は崩れましたが、ウッパーマンのリーチ、おやりこれちょっと行きづらいですか。ターチャとしては相当行きづらいですっていうのも込みですよね。3色手代わりとかを待たずに即リーしたっていうのはね、はい、画面的にはで、しかもドラが自敗で、はい、結構みんな来づらいでしょうっていうのはありますよね。実際手配的に皆さんも行きづらいですね。ウッパーマン結構一人旅になるパターン、ウッパーマン1枚にウーマンが残り2枚、三山リーチ、リーチ単野積もって2000オール。あ、でもペンチソ引いた。3色のイーシャンテン、カンパーピンかドラが来ればレアンピンはぐらいは勝負する、はい、しかもイーソーとか来たらね、順ちゃん3色とかまで、イーソー来て順ちゃん変化ありますよ。イーソー場に2枚飛びです。ただ山に2枚眠っています。あ、でも抜いたね。あ、違うか、ダンプさんですね。失礼しました。高橋さんパーピンチだと押しづらいか。その後チーのね、ドラ短期はあんまり価値はないけどね、はい、ウッパーマンは嫌な筋でしょうか。結構当たり牌ですねこれ。そうでした。リャンピンはワンチャンスで押すと、まだ1球ありそうですね。テンパったらパーマン危ないですね、はい、これはウッパーマン薄くはなっているんですが、高橋のウワンが、あ、2000オールつも上がりです。リーチ単4つも2000オール。高橋さんにとってはね、宝珠だったかもしれないんで、
猿川さん、これラスからトップ目になったかな。お、補填はね、そんなに差がなかったので、うん、じゃあまた誰がトップになるかは全然わかんないですけど、はい、1回戦トップを決めた猿川です。2回戦も続けるかどうか。始めたスタートでも4、何位でしたっけ、4位ラスからね、あ、ごめんなさい、はい、2位でしたね。なった後にまたで動かすよね。はい、3、2、6。ダンプ一メンツドラあります。中はドイツ石綿ドラローピンで、うん、難しいな。1ピン3ピン何ピン払いますか。そうですね、はい、さあこれで沈みが石綿と高橋になっています。皆さんね、親はもうやらせたくないなという感じなんでしょうか。いや、そんなこともないんじゃないですか。まずは自分が浮くための立ち回り、はい、感じすぎる、うん、ダンプさんもできればね、浮きでね。そうですね、いいですけどね。まあ、ダンプさんは自動的に上がればまたトップになれるんで、はい、ロチ上がれたらめちゃくちゃ嬉しいけど、けど来てます、来てます。ただ全員放獣するとね、ラスになるパターンが結構あるんで、中盤以降は結構面白い感じになりますよ、はい、これはなんかね、守備とこう攻めのバランスが難しいですよね。そうそうそう、こういう時にあ、はい、ドラが来たよ、石橋さんもこれはどうしようどうしよう、勝負手にして浮きを狙いたい。はい、浮きを狙うとなると、サルカさんテンパイ、おー早いです。うわー、いったねー、リーチリーチドラ、うん、GP は山3、次は押し返し誰だ。柴田さんちょっと行きたいですけど、うーん、行きたい。リーチ棒が出ると、はい、泣いた手でもチュンどうする、はい、チュンドラ1でも浮くんだけど泣かなかった。2枚目はシャアはいけそう、2枚切れです。うわ、行きたい。これはいいシャンテン、どうするかな。パーピンからか、パーソー、パーピン打ち抜くドラそば気はする。だって受け切れないもん、まあ、乾杯ゼロですね。うん、中途半端に行くぐらいならパーピンを打ち抜いてほしいです。うん、これは本当にいいですよね、こういうのがね、気持ちいいですよね、気持ちいい、ね、あ、ちょっと石渡さん嫌ですかね。もう CP は嫌だな。まあまあ、チューン動かなかったことも含め、これは受けの手になっていきそうですね。はい、現物を切っていきます。高橋もね、プッシュがありますから、リャンピンの暗冠、 GP は違いました。うわ、テンパイだ、行くぞ。高橋さんはリーチ棒が出てるのでね、はい、もうもともとあれか、1300なら浮きなんだけど、今度はリーチして上がるとトップになるとかもいろいろ出てくるけど、さすがにね、現物待ちっていうことで闇点になりました、はい、あと打牌選択もね、2種類パーソーか、うん、パーソーも打てたんで、うん、そこの安全度の比較でしたかね、うん、比較もありましたね。うまね、間に合わせましたよね、柴田さん。やはりパーピンプッシュの場面で先に使っておこうというのが生きているでしょうか、はい、そうですね、この辺はね、やっぱり匠の技ですよ。大事ですよね、はい、こういうの一瞬抜けちゃって、はっていう報酬がね。いや、ほんとそう。あ、でも大丈夫かな。まあ、チュンチュンでし、もうチュン使うでしょう、山ではなく、チュンチュンに手がかかっています、ね、そう、石原さん立場は高橋さんに放銃した場合だけ一人沈みになっちゃうんですよ。それはやってないですね。そう、だからより慎重になりたい、空切りにした。変だな、まあ、まあ今頃空切りされても降りてるようには見えませんよね見えないです、はい、猿川さんもプッシュされるとちょっと嫌でしょうか、うん、放銃だとね、沈みに回りますからね、大体、まあ、ただ今回は
セーフなのよ、はい、1300-1600 ギリ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 耐える、今日1本ばらしてるので、ギリギリ耐えるけど、まあまあ猿川さん押されたら嫌ですよね、このリーチで、はい、やっぱ押されたら寒ってなりますよ、ヒヤッとしますよ。枚数的にはどうでしょうかね、トーダンプさん、はい、イーシャンテンでちょっと詰まってる、急走筋、筋の急走か、うん、なそれが切る、あローピンがあるけど高橋さんに危ないもんね、イーシャンテンキープしての急走切り、ヤウマン対カンチン、うわウマンだ、沈まないですよ、ロンでヒヤッとしましたが、1300は1600と発生されました。はい、これで高橋が上がって2回戦が終了となります。トップにはダンプ、2着変わって高橋、3着猿川ということは1人沈み石渡となりました。続いては3回戦をお届けいたします。